こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、 大人の黒パンツナンバーワン決定戦というテーマで皆さんにお届けをしてみたいと思います。まあ、僕の中でもですね、大切にしているユニフォームみたいなものがありまして、まあ、ボトムスに関してはもう黒パンツ、ほぼこれを履いていると思うんですね。まあ、皆さんもですね、お気づきだと思うんですが、まあ、動画の中でもブラック系のパンツ履くことも多いですし、あとはもうプライベートに関してはもうほぼ黒パンなんですね。これはなぜかというと、 僕はですね、おしゃれが大好きではあるんですが、なかなかですね、日々時間に追われている部分がありまして、仕事だけではなくて、プライベートでも子供が二人いまして、結構一日中バタバタしてるんですね。そうなると、ゆっくりとコーディネートを考えている時間はほとんどないので、なるべく手軽にですね、ささっとコーディネートを組むのが、僕にとってはとても重要なんですね。まあ、その点、ボトムスが黒パンツで固定されていると、めちゃくちゃコーディネートが楽なんですね。ですので、僕はおのず と黒パンを使うことが多くなってきたんですが、まあ黒パンの中でもいろんなシルエットのものがあるかと思うんですね。まあ例えばですね、ちょっと前までは黒スキニーみたいなものがかなり定番化していて、まあ多くの男性が履いたかなと思うんですが、まあ僕がよく履くものというのはスキニー系ではなくて、できればですね、センタープレスが入っていて、シルエットとしては、もう周りは少しゆとりがあって、膝から下は適度にテーパードが効いているような、こういったちょっとこうスラックス調の黒パンツなんですね。こういったもの 愛用すするるようにしてるんですが、まあ、このような黒パンツには使い勝手の良さたくさんあるわけなんですね。コーディネートがしやすいのと、あとはですね、割とこうシルエットが隠れるので、様々な体型の方にも似合いやすいんですね。痩せ型の方からぽっちゃい体型の方まで、 足とパンツの間にですね、適度に空間ができるので、まあそういった点ではですね、スタイルがよく見えやすいというところもあります。また最近のものはですね、ストレッチが効いていたりだとか、機能的なものもすごく増えているので、まあそういった点も含めてかなり使い勝手がいいので、まあぜひ皆さんに黒パンをですね、今後も押していきたいなと思っているんですが、いろんなブランドから黒パンが出ていて、どれを選べばいいのかわからない。また自分に適している黒パンがどれなのかがわからない方が多いかなと思うので、今回はですね、僕の中で これまで履いてきた黒パンの中で皆さんにお勧めしやすいものを5個ご紹介させていただきたいなと思っています。それぞれですね、こういったタイプの方にはこの黒パンが似合うよという形で適性も含めてお伝えできればなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからはですね、具体的に黒パンツ皆さんにご紹介したいなと思うんですが、その前に大前提として、T シャツと靴は、これ、もう固定していきたいなと思っています。まあ、なるべくですね、ボトムスだけに意識は向くように、シンプルな白 T ですね。まあ、サイズ感は少しゆったりめぐらいの使いやすいもので、まあ、どのようなパンツにも合うので、こちらを選びました。まあ、靴に関してもですね、ブラックのパンツと合わせやすいような白系のレザースニーカーですね、こういったものを固定をしまして、ボトムスだけを変えていきたいなと思います。 と思っていますまず1本目なんですが、これはですね、まあ、定番中の定番かなと思うんですが、グローバルワークのアーバンスラックスですね。僕の動画の中でも何度か出てきていますが、これがですね、今回ご紹介する中では一番細身で、まあ、いわゆるですね、ブラックの細身のデニムに近いようなシルエットかなと思っています。癖がないんですよね。まあ、全体的に細い。もも周りもですね膝から下も細くくて結構これはスタイルがよく見えるボトムス かなと思います。累計25万本ぐらい売れてるとサイトに書いてありましたが、まあそれぐらいの大ヒット作ですね。まあいわゆるスラックスっぽい見た目になってまして、センタープレスが効いているので、足長効果もあって、すごく綺麗めに見えるんですね。あと素材の質感なんですが、結構ね、こう上品に見えるような適度な光沢感があって、肌触りもすごくいいです。そんなに薄すぎず厚すぎずというところで、一年中使えるというところも評価が高いのかなと思います。 癖がないんですよね。まあトレンド感がものすごくあるかと言ったら、まあ正直ベーシック寄りかなと思います。ですので年代で言うと僕は30代ぐらいの方がいいかなと思いますし、あとは40代以降の結構ベーシックなものがですね、好きな世代にもバチッとハマるのがこういったアーバンスラッツかなと思います。そんなにトレンド感が強くないので、まあ20代の方々よりはちょっと大人世代に意外と使いやすいかなと思いますね。まあこれからご紹介する少しワイドっぽくなってくるボトムスが苦手な方には、 アーバンスラックスが一番使いやすいかなと思うので、まずベースとして皆さんには押さえていただきたいなと思います。価格もですね、5000円程度とユニクロよりは高いんですが、まあ、いわゆるセレクトショップのオリジナルとかに比べるとかなり買いやすいです。半額ぐらいになってくるので、そういった点も含めてバランスはめちゃくちゃいいですね。ベーシック志向の男性にはすごくいいので、ぜひアーバンスラックスもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて2本目のボトムスなんですが、これはですね、グリーンレベルのオルマイージーパンツというものですね。これまた僕はプライベートからよく生えてるので、使い勝手の良さすごく感じてるんですが、シルエットで言うと、先ほどのアーバンスラックスより少しゆとりが出たのはわかるかなと思います。もも周りが特に顕著かなと思ってまして、まあ、適度なゆとりがあって、膝から下テーパードが効いてるというところは、大枠は変わらないんですが、もう少し横に広がったのがこちらのオルマイージーパンツかなと思います。 と思いま,すまあトレンド感で言うと先ほどのアーバンスラックスよりはこっちの方がややトレンド感が漂うんですがかといってやりすぎないサイズ感というところで結構ですねいろんな世代の男性には似合いやすいかなと思いますまあ30代前半から後半40代の方まで似合うという意味ではすごくですね使い勝手がいい一本かなと思いますまあスタイルの良さで言ったらアーバンスラックスのような縦長のラインが強調できるものの方がやっぱり小綺麗には見えるしスタイルはよく見えるんですね ただこっちの方がトレンド感というところは程よく漂わせることができますしかといってワイドすぎないのですごくですね取り入れやすいような1本かなと思いますまあ、素材感はこれ春夏のものを選んでいるので薄手ですね先ほどのアーバンスラックスよりも薄手でサラリとしていますまあ、シワにもなりにくいですしあとはストレッチも効いているので着心地もいいというところ肌触りもすごくいいですねまあ、これは使い勝手がすごくいいですね僕にとっては一番なんかバランスを取れた1本 んかなと思います癖もないしトレンド感も程よくあって使い勝手もいいというところそしてこれ全部360度ですねゴムになっているところそこがね個人的にはめちゃくちゃ楽で本当もうそのままスポット履けるというところの着脱の楽さも考えるとまあ、僕にとっては結構ベストに近い一本かなと思っていますまあ、今回ですね黒パン結構いろいろとご紹介しますが 一番おすすめしやすいのがこれ。まあ、個人的によく履いてるものっていうのは、また他にもバリエーションがあるんですけども、本当にね、皆さんにおすすめしやすい一本としては、オルマイージーは強いかなと思います。よりスタイルをよく見せたいだとか、ベーシック志向な方には、アーバンスラックスがいいんですが、まあ、そういった形でですね、差別化をすると、これもすごく使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。 はい、続いて3本目はですね、これ、僕の動画の中で今まで一番語ってきた名作ですね。ユニクロのスマートアンクルパンツ。価格は4000円前後というところですね。 これはですね、改めて履いてみると、やっぱりバランスはすごくいいですね。一番最初のアーバンスラックスに比べると、結構ゆとりは感じられるかなと思います。まあ、大巨頭として、アーバンスラックスとこちらのスマートアンクルパンツ、僕は2つを挙げることが多いんですが、もも周りにゆとりがありつつ、膝から下はテーパードがかかっているというシルエットになってまして、先ほどのオルマイージーパンツよりも、もも周りはちょっとゆとりがあるような気がするんですが、テーパードはこっちの方がやや強いような、 な感じがががししまますすねねね、まあ、それぞれれぞに形の特徴がありりて、まあ、これも、ね、やっぱり使いいい勝手がいいです、ね、価格で言うと、今回ご紹介する中で最も安いんですね。グリーンレベルのオルマイーイックパンツが大体7000円ぐらいなので、価格で言うと3000円差ぐらいがあります。まあ、なるべく手軽にボトムスを買いたいという方で、なおかつシルエットも素材感も含めて使い勝手がいいのは、やはりですね、こちらのスマートアンクルパンツで間違いはないかなと思います。こちらもセンタープレース が効いていて素材の質感としては結構オルマイージーに近いかなすごく中肉厚でいろんな季節に使いやすいような厚みで非常にこれもまたですね程よい厚みに仕上がってるかなと思いますねうん、まあ、これも大ヒット作でちょっと何本売れてるかどうかはわかんないんですがアーバンスラックスと同じぐらいですねそれ以上かもしれないですねまあ、売れてるような名作中の名作ですねユニクロボトムツって結構定番でやってるものは常にアップデートは繰り返されるのでそのあたり にも含めて今後が楽しみな一本で一番コストパフォーマンスが高い黒パンツとしてはまあ、未だにこのスマートアンクルパンツの地位というのは揺らがないかなと思っています。まあ、腰回りなんですけどもここはドローコードがついていてウエストが調整できたりはするんですけどもそのあたりの着脱のしやすさは先ほどのオルマイージーが一番使い勝手がいいかなと思うんですがなんといっても価格とデザインのバランスですねどこも欠点がないというところがこのスマートアンクルパンツの強さかなと思うので ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて4点目ですね。だいぶシルエットが変わったのはお分かりになるかなと思います。ユニクロのタックテーパードパンツですね。これがですね、個人的に今回ご紹介する中では、最も普段から履いているのはこちらです。今はですね、合計3本持っていまして、日々こればっかり履いているぐらい、もう劇的に気に入っているんですね。まあ、生地はですね、春夏バージョン、秋冬バージョンで厚みが大きく変わってくるんですが、まあ、個人的には結構この薄手のさらりとしている感じ 感じが好きなのでなるべく真、まあ、冬以外はこっちで過ごしちゃいたいなと思ってるんですがこれはですね楽でいいですねしかもシルエットはですねワイドなんですよねちょっとこうも周りはドンと結構太さがあるんですね、まあ、こう広げてみるとわかるかなと思います他のパンツに比べるとかなり太くて一番最初のアーバンスラックスなんかに比べると横長で足が短く見える問題はあります正直スタイルをよく見せるという点ではこれが 一番ですね、向いてないシルエットだなと思います。横長よりは、なるべく縦長の方が足は綺麗に見えるので、そういった点ではですね、あまりこう、美脚効果は望めないんですが、トレンド感というところがより際立っているのが、タックテーパードパンツかなと思います。まあ、ワイドっぽいパンツではあるんですが、テーパードといって、膝から下細くなっていきますので、そんなにですね、極端に太くなりすぎないという見え方、これがですね、もう絶妙で、僕はめちゃくちゃ気に入ったんですね。 まあこのようなボトムスってユニクロには今まであんまりなかったんですよ。あるとしてもユニクロ U のボトムスとかでこういったものが出るぐらいで、いつでも買えるという環境ではなかったんですね。で、ユニクロ U のボトムス僕は何本か持ってるんですけども、もっと買っときゃよかったなという後悔があって、なんか似たようなもの出ないかなというところで登場したのが、このタックテーパードパンツ。これはですね、正直おしゃれですね。初心者の方向けではないと思うんですね。スタイルがよく見えるものでもないし、ベーシックなアイテムかというと、 結構トレンド寄りのアイテムなので、似合う似合わないが大きく分かれるところかなと思うので、癖のあるボトムスとして、これはですね、中級者以上の方にですね、特にお勧めできるボトムスかなと思います。これはですね、セレクトショップのオリジナルとかのボトムスと比べても、本当に遜色ないレベルで、しかも4000円前後で買えるというのは、もう驚きでしかなくて、これはですね、僕の中ではしばらく履き続けるような、毎定番ボトムスになるかなとは思っています。腰回りはですね、タックが入ってるんですね。 このタックのやぼったさというか、ダサかっこよさみたいなところも含めて、やっぱりこう万人向けのものではないんですね。これまで履いてきたボトムスって基本的にタックがないものが多いんですが、このあたりのタックが入っていて、なおかつサイドにこのゴムが入ってるというところ、後ろはゴムが入ってないんですね。横だけというのも絶妙で、インをした時に後ろはゴムっていうのはあんまりかっこよくないんで、横だけにゴムが限定されているところも結構ですね、いいなと思いますし、股紙も結構深めなんですね。 これを上げるか下げるかで全然印象は変わるんですが、ちょっと上げ気味で履いた方がバランスがいいかなと思います。ちょっと最初は癖があるんですが、履いてるうちにこのシルエットになれると思いますし、トレンド感のある着こなしというのが、ボトムス1本で調整できてしまうので、僕もですね、黒パンばっかり履いてるんですが、ちょっと今日は綺麗めに着たいなという時には、グリーンレベルのオルマイイージーパンツを履いたいだとか、トレンド感のある着こなししたいなという時には、こちらの タックテーパードパンツを履いたいだとか、あとはこの動画の中でスッキリ目のコーディネートを皆さんにお見せしたいなという時にはアーバンスラックスを履いたいだとか、まあそのようにですね、ブラックのパンツでもシルエット次第で見え方は全然変わるので、ちょっと変えてあげるだけでも全然印象は変わるかなと思っています。ですので皆さんもまずは気に入った1本をベースとしながら、まあその他にももう1本ぐらいあるとバランスがいいかなと思うので、このタックテーパードパンツは他とはちょっと明らかに違うので、ぜひ皆さんもですね、次のステップとしては 検討してていいただければなと思っていますはい、続いてラスト5点目はですね、ユナイテッド東京のアウトラスト2タックスラックスですね。 残念ながらこれちょっと今手元にはないんですね。かつては僕も所有をしていまして、ブラックとダークグレーの2色を持っていたんですが、最近はボトムスだけでめちゃくちゃ量があるので、ちょっと長く履いたので今手元にはないんですけども、これまたブラック系のパンツを語る上では外せない名作かなと思います。アウトラストという素材自体が NASA のためにですね、開発をされた素材になってまして、あらゆる気温下においてもですね、最適な温度に調整してくれるというような かなり高機能な素材になってるんですね。これがですね、かなり驚きで、まあ確かにですね、真夏に履くことはちょっとなかったんですよ。生地の厚みで言うと、そんなに薄さがあるというものではないので、真夏は履かなかったんですが、春、秋、冬を着てもですね、結構どの季節でも快適に過ごせるので、そういった点では、一本あるとすごく重宝するのが、このボトムスの良さだったと思います。で、シルエットはですね、そんなに癖がなくて、ワイドにもう振りすぎてないし、細みすぎないんですね。オルマイ PG パンツに近いようなシルエットでタックが入っているんですけどもセンタープレスが効いてないんですねその点ややカジュアルに見えるんですが非常に素材感としても 肌触りもいいし、すごくストレッチが効いてるんですよ。で、ユナイテッド東京って素材もすごくこだわってるし、作りもかなり丁寧で、メイドインジャパンにこだわっているので、そういったところの品質面のこだわりというところも含めて、まあ完成度は非常に高いと思います。今回ご紹介する中では、ちょっと価格が高めになってくるんですが、まあこういったブラック系のパンツって一回買えばしばらく履くと思うんですね。ですので、使い方としては気軽に履けるようなユニククのスマートアンクルパンツとか、そのあたりを持っておいて、 ちょっと綺麗めに使いたいなという時にはアウトラストを履くという形で、まあ、ブラックのパンツでも2本持ちをしながらそれぞれのシチュエーションに応じながら変えていただくのもいいかなと思っています非常にこれも人気の高い商品で 僕が買ったのは今からもう3年近く前だったと思うんですね。まあそれから今でも大ヒット商品として定番で置いてあって、かなり店員さんがお話しするにもですね、人気のパンツで入荷するとなくなりやすいものかなと思うので、ぜひ皆さんですね、ユナイテッド東京のアウトラストスラックスもチェックをしていただきたいなと思っています。センタープレスがないというのも結構見え方が変わってくるんですが、逆にセンタープレスがあるものが苦手という方もいらっしゃるんですね。どうしてもビジネスライクなスーツを連想される 方もいらっしゃると思うのでそこがあえてですねセンタープレスが効いてないアウトラストパンツの一つのメリットだとも思ってますのでぜひこちらもですね皆さん検討していただければなと思っていますはいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では僕が愛してやまない黒パンですねこの中で5個厳選しまして皆さんにお勧めをさせていただきましたそれぞれこういったタイプの方に似合うよというところまでお伝えしてありますのでぜひ今回の動画を参考しながら 気になったものはですね、実際に試着をしていただきたいなと思っています。まあこれからもですね、僕は黒パンを追求していきたいなと思うんですね。まあ様々なブランドからどんどんリリースする中で、またですね、良いものが見つけたら、どんどん皆さんにもご紹介したいなと思ってますので、これからもぜひ皆さん黒パン愛用していただきたいなと思っています。 これからもですね、こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本を分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの解説に関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。そちらの方では、2週間に曜の割合で、ライブ配信もやっていまして、皆さんと交流しながらの発信もしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなかですね、動画を見る時間がない方のために、 サロンも開催をしていますそちらの方ではですね主に文章と写真ベースで本当にね1分ぐらいで読めるような記事を1日に5回ぐらい投稿してますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに